こんにちは、すいません、もうすぐにみんなね、もう寝るっていうんで静かにねやっていこうと思うんですけど、ですね、まだ、正式なね、発表とまではね、言ってないんですけど、9月に予定されております、WBC 世界ライトフライ級タイトルマッチで、王者の、寺地健志郎選手と、同級1位の矢吹正道選手のですね一戦なんですけど、これがですね、健志郎選手が、コロナになってしまって、試合をね延期という話が、一部で出てるというところで、まあ、複数のね、情報源から、寺地選手が、コロナに感染してしまったってことは、濃厚なんじゃないかというふうに報じられてると。そこで、正式にね、情報が出るのを、待ってるというところです。はい。で、まあ、緊急事態宣言でね、視聴者もおっしゃってましたけど、これ試合できるのとかね、うん、で実際に9月1日のね、東京での井岡一翔選手と、フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア選手の一戦もですね、無観客での開催というところで、で、京都も、緊急事態宣言が、8月の20日から、来月の12日までっていうところでね、うん、まあ、試合、お客さんもね、呼んでの試合っていうのは、うん、やっぱりね、この状況下って考えると、まあ、厳しかったのかなというところですけど、まあ、このね、情報が本当なのであれば、まあ、健志郎選手がね、コロナで、試合ができないと、で延期っていうところなんで、まあ、ね、緊急事態宣言が明けた後に晴れてね、試合ができればなというふうには思いますけど、まあ、とりあえずは健志郎選手のね、コロナの、無事っていうところが、まあ、何より第一番なんですけどっていうところで、まあ、今回は、日本人同士のね、注目の一戦で、9月に予定しておりました、健志郎選手と、矢吹選手の一戦は、まだ本決まりではないですけど、まあ、ほぼ、延期でしょうっていうところの、動画でした。はい。皆さんもね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。以上です。